します。501飛行隊および第301飛行隊による降下飛行を終了させていただきます。このあと9時26分ごろから偵察航空隊第501飛行隊の RF4 偵察機によるエテロン地区の写真撮影飛行を行います。ご来場の皆様はエテロン地区にお集まりください。1961年に創設された偵察航空隊は航空偵察を任務としています。大規模災害発生時は航空写真をいち早く撮影するなど救助活動の一役を担ってきました。最近では台風19号をはじめとする日本各地にもたらした被害に対しても情報収集飛行を行いました。しかしながら今年度をもって RF4 が引退、それに伴い偵察航空隊は廃止となります。本日は RF4 偵察機の性能と偵察任務の一端を皆様にお披露目いたします。皆様、滑走路右手をご覧ください。3機のファントムが侵入してまいります。会場正面通過時、速報カメラによる写真撮影を行いますので、お好きなポーズをお取りください。滑走路右手より侵入してまいりました。Thank you.
本日飛行した搭乗員を紹介します。1番機パイロット伊藤空佐岡田智光、航空学生46機山口県出身ナビゲーター。以上で警察航空隊第501飛行隊による写真撮影飛行を終了します。引き続き着陸航空隊をお楽しみください。エンジンをスタートし、その後、各種点検を行います。
生き延ばした円形胴体ご注目ください。